ビラノバ FC はブラジルゴイアス州ゴヤニアを本拠地とするサッカークラブである。クラブは1943年7月29日にビラノバ FC として創設された。それから3年後の1946年にクラブ名をオペラリオ FC と変更した。さらに1949年にアラグアイア1950年に フェニックス FC となった後、1955年に現在のビラノバ FC に改名された。1961年にカンピオナートゴヤーノに初めて優勝した。1977年にカンピオナートブラジレーロセリエ A に初参戦し、59位で終えた。1977年から1980年までビラノバは抽選試験を4連覇した。 1996年にクラブは一試合も敗れることなくブラジルカンピオナーとブラジレーロセリエ C に優勝した。1999年には初となる国際大会のコパコンメボルに参戦し、1回戦で敗れた。ビラノバは国際大会でプレーした最初のゴイアス州チームだった。2000年にクラブは州選手権二部に優勝し、2001年と2005年に 中戦試験に優勝した、なし、ありがとうございます。